はい、松田圭太です。今日もどこまでの時、どうもありがとうございます。今日もですね、南山選手ヒントだったり、相手を治療家のあなたにお届けできればと思います。今回はですね、この胸郭出口症候群、こちらについてお話をしていきたいと思います。ね、手の痺れが厳しくってとかね、痛くってとかね、この辺の凝りが激しくっていませんか？で、こんな患者さんに対しての治療で困っている方たくさんいると思うんですよ。で、今回ですね、この胸郭出口症候群、ちゃんと理解できれば、3つの治療ポイントで済みます。で、そのどこになるのかっていうのをしっかり見極めていって、ちゃんと治療していけば、私たちはそもそも改善できる治療、胸郭出口症候群なのか、手の痺れなのかが改善できるし、そこからどういうふうに治療展開していくのか、で、患者さんにどう説明すればいいのかっていうところはね、自信持ってできるようになってきますので、もし今日の動画の中で、胸郭出口が改善できない、手のしびれが改善できない、そんな性別差であれば、今日の動画を見てもらうことによって、この胸郭出口のことが説明できて、なおかつ自信持ってできるテクニック紹介していきますので、これね、ぜひね、最後見ていただければと思います。はい。で、今回はですね、この胸郭出口をなんで起きるのかっていうね、知識をしっかり紹介させてもらって、時間の中でテクニックを紹介していくっていう中身に二部作になってますので、今日の動画良かったらぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。で、胸郭出口。これですね、怖いことではありません。ちゃんと理解すれば3つのポイントで済みます。で、まずですけども、これ結論から言うと、この首の斜角筋、筋肉の部分。そして次が鎖骨と肋骨っていう骨の部分。そして次が小胸筋っていう筋肉の部分。この3つをしっかり理解していけば、この胸郭出口は完全、しっかり改善できるようになります。で、どういうことかって言いますと、そもそもですけども、ちょっと彼に出てきましょう。ちょっとでかいんですけどね。はい、ブーッとなっていまして、まあ、こんな風になっております。で、こっち行きましょうかね。はい。ここにですね、神経出てますよね。これ、はい、見えますか？はい、ぐっと、ぐっとあります。はい、これですね。はい。これが胸神経ですね。首から出てる神経で、ここからぐーっと出て腕まで行ってます。で、この神経っていうのはですね、こう出た時にですね、首の筋肉がたくさんあります。で、この神経出た瞬間ですね、筋肉に囲まれてるとこをこう張り巡りながら出てくるんですよね。ああ、やっと出れたっていう時に出てくるポイント。これが前、中、後っていうね、斜角筋って3つあるんですね。前方、中、真ん中、後ろってあるんですけど、この前方と中部の間の前斜角筋、中斜角筋の間を出てきます。なので、まず最初ですね、この神経、いわゆるこの神経っていうのは筋肉の間を出てくるんですけど、この筋肉っていうのが斜角筋ですね。この斜角筋がもし硬くなっちゃったら、この神経をグッと圧迫しちゃいますね。圧迫しちゃうと、ここから先が痺れが起きてくる。これが胸郭出口のまず一つ目です。ね。じゃあ、そこをですね、難関を通って、筋肉の間通って、よし、圧迫なく来たぞってね、圧迫なく来たぞってなんですけど、この神経が腕に行かないといけないときに、この鎖骨と肋骨の間をこう通っていきます。通っていって、腕の方に行くんですよ。腕の方に飛んできます。今腕ないんですけどね、この人。腕の方に飛んできます。こうね。はい。で、言うときに、この鎖骨と肋骨のこの間ですね。ここの部分がぎゅーっと圧迫されることによって、ここで痺れが起きちゃう。これがいわゆる鎖骨と肋骨の間のところですね。そうなんですよ。そして、最後。これをですね、過ぎて。よし、筋肉、斜角筋も大丈夫。通過した。肋骨と鎖骨も通過した。って言うんですけど、この、右後突起って、この肩甲骨のですね、前側に出てる骨の、下側を通って、この腕の方に行きます。いいですか？腕の方に行きます。で、この、右後突起ってあるんですね。この突起の上、下を通るんですけど、ここと肋骨の間通りますね。この、右後突起から鎖骨に出てる筋肉があります。これが、小胸筋ですね。この小胸筋が硬くなっちゃうと、よくわかりますか？めっちゃ重いですかね、これ、ね。この小胸筋が硬いと、この、部分ですね。ちょっと見にくいですけど、この神経のところをグッと圧迫しちゃって、肋骨と圧迫しちゃって、痺れが出ちゃいます。っていう風になってます。で、ここ出ると、あとは腕の中をギューッと取っていくんですけど、まあ腕のところでも圧迫する場所はあります。ですけど、大きく胸郭出口っていうものは、まず胸郭、いわゆる斜角筋の部分出てきましょう。そして鎖骨のところ出てきましょう。そして小胸筋のところ出てきましょうっていう、この3つの部分が圧迫されて、神経が圧迫されて、
ね、しびれが出ちゃう。これが胸郭出口症候群だと思ってください。なんで、胸郭出口症候群大きく3つ。今言った筋肉、首の筋肉をかいくぐって出てくるっていう、この斜角筋の部分。そして2つ目が鎖骨と肋骨の骨と骨の間の部分。ここで圧迫する可能性がある。そして最後、右後突起の下を通ってくるときに、この小胸筋でグッと圧迫されちゃって、肋骨と小胸筋で挟まれちゃう。そこによって圧迫が出ちゃう。で、これによって神経が圧迫されてしびれが出ちゃう。これの3つの、どれの原因なのかっていうのを、ちゃんと判断されればいいってことですね。判断してあげればいいということです。ここまで理解できてました、ね、理解できてきましたら分かりますね。はい、じゃあまずはこの3つができればいいということですね。じゃあどうなるのかって、どういうふうに評価したらいいのかってことなんですけど、こんなふうになっておりまして、まずしびれっていうのは神経が圧迫されると、神経が圧迫されるとしびれが出ちゃいますって話ですね。なんでこれはですね、どこで出てるのかってことは、その筋肉と筋肉とかであれば、筋肉を緩めてあげたら楽になるんじゃないかってことですね。筋肉が硬くなっちゃってるから神経ね、こういうふうに挟んじゃってるんじゃないですかね。なんでこの筋肉緩めてあげればいいと。じゃあ鎖骨なんですけど、この鎖骨と肋骨に関してはここを広げてあげればいいんじゃないかって話ですね。そうで、斜角筋の場合であれば、ここの筋肉ですよね。ここの筋肉になっていましたので、寝てもらった状態で構いません。寝てもらってなんかしびれてますとか、首のしびれ、痛みがありますって人であれば、ここのですね、斜角筋ってありますね。ちょうど上の方から触ってもらって、まあ横側ありますね。この胸鎖乳突筋っていう筋肉があります。こんな風に、こう、右上を見てもらうと左の胸鎖乳突筋出てくるんですけど、この筋肉です。この筋肉がありますよね。この筋肉のちょうど首の真ん中、触ると胸鎖乳突筋があります。これの前側ですね。前側をこうぐーっと中まで行ってもらって、後ろに触るとここで斜角筋に触ることができます。もしくはここの鎖骨がありますよね。鎖骨の部分あります。鎖骨のちょうどくぼんでるとこありますよね。ぐっと鎖骨のくぼんでるとこ、ここから前斜角筋と中斜角筋出るので、この部分を触っていく。イメージで言うと、この鎖骨のこのくぼんでる場所ありますね。ここをぐっと首の方にこう触ってあげます。ぐっと触ってあげると触ることができますね。この部分です。ぐっと触ってあげます。なんか触ると嫌だなっていう場所ですね。この部分触ってあげます。ね、で、ここを触ってあげて緩めてあげたりとかしたときに筋肉が緩む。そうするとなんか、あ、なんかしびれ楽かもとか、なんかこの辺の痛みとか楽になってきたかもってことであれば、斜角筋から来てる症候群かもしれません。なんでその時は斜角筋を治療してあげてください。ですか。で、二つ目、肋骨と鎖骨であれば、ここに間からこう出てますね。ここのとここう通ってきていますから、ここをこうグッと広げてあげればいいと。ね、どうするかと言いますと、これはですね、肋骨前側からですね、ちょっとやりますけども、こんな風に自分のこの胸のところですね、寝てもらった状態の可能性、ここをグッと押さえます。ね、押さえます。で、上の隙間がありますね、鎖骨の隙間、鎖骨のところに手を引っ掛けてもらって、こんな風に前に引っ張るような感じですね。ただ思いっきり引っ張っちゃうと痛いので、イメージで言うとこの鎖骨がありますね、鎖骨のところをこう中に手を入れていくような感じです。入れてあげると、この骨と骨がありますね、骨と骨のところが手を入れてこんな風に広がりますよね。鎖骨のところをこう押さえて、肋骨を押さえてあげた状態で鎖骨のところにグッと手を中に入れ込んであげる。そうするとここの鎖骨と肋骨が広がります。ただ肋骨も鎖骨も折れやすいので思いっきりしないでください。ただ本当に軽く押さえてもらって、この状態でここに指をこう入れてって、入れてって上からこう入れていく。でこの時筋肉邪魔になるので、首を横に傾けた状態で上向き寝た状態ね、こんな風にやってる。そうすると中に入ってってなんか楽になってきたとか、 血流が流れ出したってなれば、ここの間で関わっている可能性があります。ね。で、ここを緩めてあげましょうと。ここのね、こういう風になっているのを改善してあげましょうって話ですね。はい。で、次が、小胸筋ですね。小胸筋です。で、小胸筋は、この胸の前側にありますね。前側にありまして、ちょうどこの肩がありますね。肩と胸元のこう、ちょうど真ん中進んでいくと、ちょうどペコって凹む場所があります。ここの中、ぐーっと奥まで触ってもらって、肋骨に触るぐらいまで触っていただくと、中の方でなんか、痛気持ちいいような筋肉があります。これが小胸筋ですね。なんでこう斜めに走ってる筋肉なんで、こんな風に自分の顔と手の方にこういう風にここにこうね、グググッとやってあげると、なんかあ痛いなとかね、なんか中でじわーっとくるような感じでれば、これ小胸筋ですね。でここをこう緩めてあげた状態で、緩めてあげた状態でふわっとなんかしびれが解除したとかね、なんか楽になってきたってことであれば、小胸筋が来てる可能性があります。ですか。
なんで、このね、3つをしっかり覚えてもらって、そしてここに対しての今みたいな評価方法を覚えていくと、あ、これで楽になった。鎖骨肋骨で楽になったならば、鎖骨肋骨のところを治療してあげましょう。小胸筋で楽になったら、小胸筋を治療してあげましょう。っていうふうにやっていただければ、しっかり治療できると思います。ですか？はい。で、嗅覚出口って分かりにくいし、手のしびれって何していいか分かんないってなるかもしれないけど、ちゃんと知識を覚えれば、これだけの情報でしっかり治療できるようになってきます。ですか？で、分かんなかったこの3つに対して治療すればいいと思います。で、実際複合的に全部関わってますみたいな時もありますので、この治療やっていくんですよ。ね。ですけど、あ、手すっぽに行ったら痛いところやってあげたりとか、手の先やってあげたりとか、じゃなくって、ちゃんと見極めてやってください。ですか？そこまでしないと改善しません。ですか？鎖骨筋、鎖骨、肋骨、そして小胸筋ですね。この3つのポイント、どこなのかしっかり見極めて治療すること。これを意識してやってみてください。はい。ということでね、今回ね、この社会、3つ、嗅覚出口の3つの症候群やりました。で、この中で一番多いもの、何かと言いますと、これが、ね、小胸筋なんですよ。小胸筋、何かって言ったら、皆さんもね、やってもらうと分かるんですけど、小胸筋ってめちゃくちゃ硬くなりますね。何かって言ったら、猫背の人でしょ、今。猫背が多くって、パソコンでこんな風なことが多くって、まあ、スマホでもこうですよね。やっぱ猫背になってくると、この、ウコウトッキってどこにあるのかって言ったら、前側にあって、こんな風に肩甲骨をこうグッと落とす。いわゆる、こんな風にする筋肉なんですよね。ってなってくると、この姿勢ってそもそも多いじゃないですか。ね、猫背になってる人。ね、この姿勢が多いイコール、小胸筋硬くなってます。硬くなってるってことは、この下にある神経ですね。この神経も圧迫しちゃってる可能性がありますよね。であれば、ここ、治療してあげることによって改善しようって、やっぱ多いんですよね。はい。それ以外にも、鎖骨筋とか鎖骨のところでもありますよ。ですけど、やっぱり、ね、この小胸筋はね、全部やってあげないといけません。で、鎖骨筋とかの場合でもよ。鎖骨筋の場合でも、なんでここの筋肉がギュッと硬くなってるんですかって言ったら、やっぱりこの猫背で、ここの前側とここが緊張してるんですよ。ずっと緊張してる状態。ね。こんな風に緊張してる状態になってるから硬くなってます。なんで、ここが結局戻そうと思っても、鎖骨筋が硬いままだと、やっぱり、なんか戻せませんよね。だから鎖骨筋をしっかり治療してあげて、なんでの鎖骨筋が硬くなってるか。やっぱ猫背なんですよ。で考えると、やっぱ鎖骨筋もしないといけないけども、やっぱ小胸筋から原因が起きて、鎖骨筋になってて、もしくはこの状態になってて、鎖骨肋骨もなってるとね、場合もありますので、やっぱね、この小胸筋、一番狙ってほしいのは、この小胸筋。この治療法はぜひね、知っていただきたいと思いますので、次の動画の中でこの小胸筋の治療テクニック教えていきますので、ぜひね、今日の動画良かったなと思えばチャンネル登録よろしくお願いいたします。ね、ただこの小胸筋をね、知ったと、ああ良かった、知識だけ入ったってなっても、これ直せないんですよ。なんでか、小胸筋のテクニック知らないからです。ですか？ね、小胸筋のテクニック知ってたとしても、この知識知らなかったら、なんで直ったか分からなかったら、患者さんに説明できますよね。自信が持てません。ですか？大事なのはこの知識、知っておくこと。ただこの知識に合わせて、じゃあ小胸筋をやろうっていうテクニックをしていくこと。この知識とテクニックが繋がってるから、初めて自信も出ます。ですか？だからこの小胸筋をしっかり知ること、そしてテクニックを知ること。で、次の動画の中で紹介していきますので、ぜひね、この小胸、知識とテクニックをつなげることをやってみてください。そうすることによって、先生がありがとうって患者さんから言われるセラピストになりますし、先生がね、治せることによって、治せる患者さんも増えてくると思うし、自信になりますから。ね。しっかり勉強してください。YouTube でほんと10分、20分ぐらいです。1日ね。ですから、それを見ることによって改善できる人が増えて、自信を持ってセラピーができるようになってくる、治療できるようになってくるんであれば、私はね、やる必要はあると思いますよ。ね。ぜひぜひ勉強してみてください。改善できる人もっと増えると思いますから。ね。ぜひ、こちらの方、嗅覚出口症候群、しっかり勉強すれば改善できます。知らない、無知が、ね、本当に罪になります。ですか？で、知らなかったで、じゃあ改善できたっていいのか。知れば、勉強すればできるんですよ。ね。できます。すぐできます。私は資格がないからとかね、勉強してないから。それを理由にして勉強してないのやめてください。ですか？患者さん触ってるんです。ですか？その自覚をしっかり持って勉強してください。で、勉強しない。ね、別にいいですよ。でも患者さんが、ね、やっぱりこう、何でしょうね、こう、整体とか治療とか、やっぱあとは、何でしょうね、理学療法士とかもそうです。やっぱ知らなかったからで治せなかった。ね、知ってる人にやってもらうと知らない人にやってもらう。で、もしこれで治らなくて手のしびれが嫌で、外に出るのも嫌になってきて、料理も嫌になってきて、活動性が下がって寝たきりになって死んでいく。そんな人がいるかもしれないですよ。寝たきりのやっぱ原因って、肺炎の原因って、活動性の下がる原因ってやっぱ痛みが一番多いと思ってます。これによって改善できない人が増えて、ね、改善できなかった。やっぱ活動性が下がって、体力が減って、ね、やっぱ亡くなっていく人が多いんだったら、やっぱ痛み取れるって、ね、俺は結構すごく大事なことだと思いますよ。この健康寿命を伸ばす。特に寿命が伸びて、健康寿命っていわゆる自分で何でもできるっていう時間が、ね、どんどん長く、
で、できないっていう時間が長くなってきて、10年間寝たきりの状態嫌じゃないですか。ね。そんな人を減らすためにも、今後の日本のためにもやっぱり痛みを減らすって大事だと思います。ね。それをね、しっかりできるセラピストを増やしたいと思ってこうやって活動してますので、ぜひね、今回の動画良かったなと思えばチャンネル登録してもらって学んでみてください。ね。あとね、アウトプットすることで一番のインプットになりますので、コメント、高評価もらえると非常に嬉しいので、ね、ぜひね、よろしくお願いいたします。はい。あとね、私、BTC とかオンライン大学とか、あとは MSM っていう運動療法のテクニックもやってますので、もし先生がね、学んでみたいとかね、もっともっと深くまで学んでみたいってことであれば、ね、メルマガ限定で募集してますので、下の概要欄の方でメルマガ限定、メルマガ募集してますので、下の方からチェックしてみてください。はい、ということでね、今日はこれで終わりにしていきたいと思います。はい、早口で聞きにくかったかもしれませんけど、ぜひね、学んでみてください。はい、ではですね、今日はこれで終わっていきたいと思います。今日の動画の時、どうも。ありがとうございました。また見てください。